でもね、あのそういう気持ちで、うん、一生懸命、例えばですけど社会のこの日本を素晴らしいというところについては、ぜひ頑張っていただきたいと思います、うんはい、ね、だから私たちは私たちで、でそういうような社会とか日本になりたい、できれば日本のような国が世界に広がってほしい、そんなふうに思います。そうすると日本の国のような、価値というか、柱が、人という柱が世界に来れば、こんなふうな争いがちょっとしたことで、戦争になったりというような国が、ところが少なくなっていくやろうと思いますので、だからそこのところはね、同じ目標に向かってしてもらえればと思います。ただ一つ一つの仏さんのご縁があるので、まあ私たちはそのいうご縁の中で一生懸命努めていってるということですから、もっともっとそんなにお力があるんだったら政治を変えてください。結局そこはね、その立正安国って我々の根本的な発想なんです。それは仏の、まあ、日蓮という方が末法に言われた根本的な発想、政治を変えたかったら宗教を変えなさいと。で立正安国だから、正を立てずに正しい、本当の正しい、さっきの根っこだね、正しい宗教というものを立てずに、いかにその政治をいじったってそんなものはダメなんだと。だから変えたいのは山々だし、だけど長期展望で考えたら何やともあれ根っこを立たせていこうっていう、僕はもうそこに徹してますね。それが結果として次世代あるいは三世代のうちに正しい枝葉となって開いていくだろうと。俺はだからその礎になって構わない世代に生まれてきちゃったからね。アジアの人たちのところにはかなり広げられております。結構広まってますね今、韓国、それから台湾、それからインド、パキスタン。僕は個人的にはね、本当にアジアの人たちは白人ではなくて、黒人の人たちじゃなくて、アジアの人たち、特に東アジア、東南アジア、そこに中国が入るかどうかっていうのが議論があるんでしょうけど、中国はちょっと民族が違うかなと思うんですけどね。もうでも、それがの以外の人たちが本当に、しっかりこの日本のような、かつてモデルとしてくれたようなそういう国であったわけですけど、もともとは日本がずっと培ってきたらすごくところを理解していただいて、でそういう国が日本のような、いくつかの多様な価値を認めながらも、でも、すごい国力とあって、そういう人たちにあそこがなれば変わっていってくれるんじゃないかと思うんですけどね、世界はね。まあ、今の日本じゃモデルケースにはなりませんよ。今の日本はモデルケースにはならないかもしれないけれど、かつてあの人たちが目標とした国ではあるわけですので。そんなのはね、何とでも言いますよ。アメリカを我々が昔も日本っていう国そのものがアメリカを目標にしたとか、もっと立たせばね、要はローマを周りが目標にしたとか、そんなことは時代によってどん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 変わっていってしまうことであって、本当の仏教の悟りっていうのはあんまりそういう民族的なことにとらわれませんよ。もう命ある主張が全て尊い。そこに色の違い、宗教とか思想とか国境を越えてということについてはどんなふうに思われます？全くもって等しいんですか、理想は。そんなどっかの国、まあ、ただ仏が出現したからインドが そこに深い因縁があるとか、その末法の仏が出現したから日本というのは妙国であるとか、そういう捉え方あるけど、だからといって民族間のその云々ってことはほとんど解かれてませんよね。そういうことに、その差別層というか差別感というのは、どっかの民族の思想性が正しいとか、あるいはリードするべきであるとか、そういうことはない。だからただそのそこらあるよね、大乗仏教が広まった国、特に日本はその終着点ですね、そこはこう厳しい言葉で邪智方々って言ってますよ。その正しいものが広まるがゆえに、
その誹謗した人たちも大勢いるから、知恵がものすごく長けてる、それはいい方にでもあれ悪い方にでも長けてるんで、邪智方々の国であると、で大乗仏教が広まってない、特に、仏教が広まってない国っていうのは、無知悪人の国って言いますよね、要するに何にも知らない人たち、だから悪さって言ってもあんまり悪くないけど、良さっていうのもあんまり頭良くないなっていう、そういう言い方は確かにされてますね、だけど最終的には全部の衆生を救う、一切衆生を救うっていうのが、そこに分け隔てもなく、ただ順序とかその次第はあるでしょうね、理解度っていうかあるけども、とにかく地球全体を正しいその法華経の、本当の功徳に良くしてあげるっていうのが、仏の祈りだと思いますよ。ぜひ頑張ってください。じゃあそこは全く、まあ、同じなんですね、目指すところは同じなんですね。じゃあご存知、10年後に教団のその発展ぶりをお互いに確認しましょうよ。そう、まあ生きてればね、僕もちょっと心臓がね、ちょっと抱えてるものがあるから。いや、そんなふうに見えません。見えないけど、そうなんですよ。ご利益でね、長生きさせてもらえばいいけど、失礼ですけど、おいくつですか？50だ。55です、僕。55、だからちょうど10年近いんです。ああ、そうですか。まあ、法を求める心としてはね、同じだと思うんですよ。僕も本当なら出家したいくらい の若い時からね。だけど、まあ、自分の会社も経営してたもんで、行くやっぱだん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 自分の本地に目覚めてきて、俺は僧侶というタイプじゃないなと、やっぱり元僧侶というのはまさにご存知みたいに、やっぱりこう礼儀正しくきちっとしてる人ですよ。俺みたいなこうはっちゃけたタイプはね、在家の中の在家に行くぞと、そういうふうに、まあ、もう自分の使命が分かったもんでね、だからとことん在家でもう大暴れしちゃうぜという方向に行ったんだけど、ただ法においてやっぱり真実の方を大勢の人に広め、そして大勢の人に幸せになってもらいたい、自分のその礎でもいいっていう、そこは本当に通ずるものがあると思うんですよね。礎という言葉ね、本当に人柱でいいと、まあ、僕らも、細かなところとか真実のところはまだまだ未熟ですからね、まだ入ってまだ5年6年ですから、理解はできませんけど、でもその礎になりたいというのは同じ思いです、本当に礎でね、今世この命をもらって、で途中で、目覚めた、でそしたら、まあ、せめて少なく時間の間礎になれたらなということですので、礎という言葉いただいて、まあ、志はちょっとレールが違うのがよく分かりましたけど、でも志はなんとかでもね、まあでも一つのご縁だから、少しというか、そのまた別角度で少しこう法華経と法華経の歴史、仏典結集の歴史も含めて、そのそういう流れのことも一応知識として勉強してね、僕もさらにまだその、まあ、霊言師の、まあ、今回もかなり勉強したんですけどね、だけどでもホームページとかっていうのはね、でオフィシャルですよ、オフィシャルのこうそうページですけど、まあ言葉は悪いですけど、私もそこの責任をね、担当させてもらってますけど、まあラベルみたいなもんですのでね、人的ってことですね、ラベルみたいなもんですのでね、はい、まあ、長時間本当に、もう失礼なことも申し上げましたが、熱い、まあ、思いがゆえてお許しいただきまして、まあそういう熱い思いがちょっと私たちも一人一人も